なです。私たちは日本に帰ってきました。でもちろん一番食べたいのがお寿司です。もう我慢できないぐらいお寿司は食べたいですので、近くの徳兵衛に来てます。まあこのエリアでめちゃめちゃ美味しい回転寿司だと思います。めっちゃ美味しいから今日はめっちゃ楽しみにしてます。じゃあ私は一番食べたいのが何かわかる？これだよ。カッパー、カッパ巻き、カッパ巻き。ちドイツでも作れるじゃん。ご飯炊いてキュウリ巻いて海苔であればカッパ巻き作れる。じゃあキュウリは違うし、ご飯が違うし、お水が違うし、作れませんよ。タカは納豆とか欲しい。俺納豆巻きが欲しい。じゃあネギトロ巻きとかも欲しいな。タカは何が欲しい？俺はコーン。コーンもなんかドイツで食べれるけどっていうことですよ。回転寿司で一番美味しいのはコーンだよ。皆さん、軍艦巻きのコーン見つけましたよ。このコーンだよ。これコーン、これ一番美味しい。何個欲しいの、タカ？1個。 OK、 じゃあとりあえず注文するよ。今注文したのがカッパ巻き、納豆、ネギトロとコーンだよ。いや、まずはこういう、めっちゃ安いよ。まずこういうものから入って、あとで刺身で、これもなかなかドイツにないよ。ドイツのレストランでいつも飲み物払わなきゃいけないし、あとにあんなに美味しいお茶があることは。そうだよね、ドイツだって水でもさ、2ユーロとかレストランで飲んだら 1.5 ユーロ、2ユーロ普通にするから、3ユーロとか4ユーロとか。そう考えるとさ、これお茶無料で飲めるってすごいね。そうだよ、幸せ。めっちゃ時間かかってるからもうちょっと注文するよ。もう待てられない。あ、俺あれが欲しい。何？茶碗蒸し。ドイツでは絶対食べれなかったこれこそザ日本の茶碗蒸し、ね、この茶碗蒸しだね。これなんかタカいつも頼んでるでしょ。ちなみに回転寿司来ると大体タッチパネルじゃん。あ、便利だよ。英語もあるじゃん、メニューで。あるよ。日本語、英語、中国語、韓国語とか大体ある。大体揃ってるよね。うん、超便利だよね。でも私はもう全部わかってるよ。お寿司大好きだから。日本語で頼みますか？頼めるよ。読めるの？マグロとか読めるよ。サバとか大体。あ、でもあれか、絵もついてるもん。アスパラ天握りがあるよ。注文したい。アスパラシュパーゲルだ。そうでもアスパラはドイツの方が美味しいかもよ。それ違うよ。これぐらいでしょ、ドイツのスーパーにあったシュパーゲル。めっちゃぶっといし。ストップと言って。あ、これサーモン、ネギ、塩、炙りサーモン、これも美味しい。もうカニ注文していい？高、めっちゃ高いね、カニだけ750円だよ。カニだけ750円。来た、納豆とカッパ。まもなく到着いたします。はい、焼く、ほいほい、はい、焼く、ほいほい。はい、これ高。いただきます。あ、カッパ巻きって地味に美味しいからね。何来ましたか？ネギトロ。ちなみに茶碗蒸しも来ました。これ茶碗蒸しめちゃくちゃ美味しい。どんどん来るよ。食べれない、やめない。コーン、エビ、アボカド。一番美味しい。はい、はい。サーモン、炙りサーモン、塩。あんまり茶碗蒸しのファンじゃないけど、そんな久しぶりの茶碗蒸しだから食べたくなりますよ。日本の優しい味。ドイツ強い味と。ドン。違うよ。出汁が効いてます。じゃあネギトロも食べましょう。クリーミーで美味しい。ドイツでネギトロ食べれるのか。
マグロが無理か。マグロが無理。サーモンはたまに売ってるけどね。しかもこれで百何十円とかっていう超安いよ。1ユーロぐらいでしょ。200円。1.5ユーロぐらい。ではでは、もうこれがね一番美味しいよ皆さん。コーンバカにしてる人いると思うけど、一番美味しい。私はバカにしてる。コーンがね一応あー、あー、何ドイツ人になった、寿司食べれなくなる、崩壊しちゃった。コーン病気になってる。うん、抜群。うまっ。じゃあ私もタカのコーンを食べるよ。メラいつもコーン食べないもんね。これだよこれ。甘くない？コーンがプチプチしてるのが美味しい。食感がめちゃめちゃいいよ。でもちょっとドイツっぽくない？いやわかんない、なんかそんなめちゃめちゃ。ドイツでも作れる？作れ、うん、作れなくはない。納豆です。納豆巻き、うん、それはお任せします。これもこうちょんちょんちょんとつけて。あいらない、お断りします。うーん、うーんじゃないよ。これが日本。そう、それは日本から離れても絶対に恋しくならないものだよ。さあ日本の巻き寿司おいしい。じゃあネギ塩いただきます。サーモンね。ちょんちょん。サーモンも美味しい。うん、うん、やっぱり日本が一番。ドイツのサーモンとは違いますか？違います。ドイツスモークサーモンっぽいもんね。うんうん、多いのが。そう、スモークサーモンしかない普段は。それかなんかこう焼くようなサーモン冷凍で売ってることとかもある。生はない。アスパラ天握り来ました。ご注文の品が、お茶にいたします。すごい。ちょっとイメージと違う。なんかもっと長い、細長い感じかと思ったら。もうちょっとなんかアスパラが多くて天ぷらが少ないなと思ったら。まあまあまあ、でも天ぷらも久しぶりだから。アスパラの天ぷらのお寿司。サクサクしてるね、音が。うん。アスパラも、この、なんていうかな、緑の味はする。これだよ。アボカドとエビ。私の一番好きなお寿司かもしれないよ。ドイツだと、私たちは寿司を食べに行った時に、どのお寿司にもアボカド入ってたでしょ？それはドイツ人はアボカドが大好きだから。これ日本だとこれ2品しかないよ、アボカド入ってるお寿司。アボカド巻きも欲しいって言ったもんね。カッパ巻きじゃなくて、欲しい、アボカド巻き欲しい。アボカドとエビが抜群に美味しいよ。それにちょっとネギとマヨネーズ一番ですよ。はい、ザ・日本にしかないもの、いなり寿司。うん、甘くて美味しい。ドイツにあんまり甘いものないでしょ。うん、おいしい。卵、卵、卵、どっち？甘い。ご飯粒うまい。日本のご飯粒ってうまい。別格にうまい気がする。いや、全然あの卵は卵焼きで食べて、ご飯はご飯で食べてもいいし。うん、これ最後の品なんだけど、まだたくさん食べたいけど、もう腹いっぱいになっちゃったよ。トロハマチ。プリプリそうだね、脂乗ってて。いただきます。うん、食感がいいわ。プリッてしてる。あと脂も乗ってる。だからトロでしょ。うん、うわ、
あとは何だろうね、マグロかな。何だと思う。デザート、ちなみにいろんなデザートが選べれるから、この特兵衛が好きだよ。私はよく食べるのが、なめらかカスタードプリンか、杏仁豆腐か、ここのカタラーナか、これもよく食べる。よく食べるやつが5種類ぐらいあるってことだから、毎回5種類ぐらい食べてあ、逆？両方？こっち？ねえ、両方美味しそうだよ。杏仁豆腐、これは日本だよ。次はタカのカスタードプリン。上にキャラメル乗ってるね。めちゃめちゃキャラメル乗ってるよ。見て、じわ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 。両方私のデザートにしていい？の食べましたね、社長。はい、綺麗に色分けをしましょう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13。 思ってた以上に少ないけど、ちょうどいっぱい。2人で13皿だから少ないよね、多分。皆さんどれぐらい食べますか？回転寿司行ったら1人10皿ぐらい食べる人普通にいると思うから。それ20貫だよ。無理でしょ。俺らね、多分少ない方で、1人5、6皿しか食べてないからね。また日本にいるのが長いから、これから毎週のように回転寿司食べに行けるよ。大丈夫。あとはうなぎも楽しみにしてて、うどんとかも食べたいし、美味しいラーメンとかも食べたいし。あ、はい、あ、ありがとうございます。さっき頼んで来ないねって言ってたやつが来ました。もういらんけど。食べましょうか、ラスト。はい、よいしょ。エビちゃん、エビが美味しい。ごちそうさまでした。お腹いっぱい食べましたよ。特兵本当に美味しい。久々に食べたけどめっちゃ美味しかったね。おすすめです。この動画が楽しかったなら、ぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。